スクワットしても前ももばかりで効いてしまう。開脚が開かないし全然前に倒れない。前屈はできないしあぐらもかけない。椅子でも床でも猫背で座ってる方が楽。カエル足のこれもこれもできない。これの中で反り腰で半長膝、どれか一つでも当てはまる方、骨盤股関節周りの硬さが原因です。まずはこれできるようになりましょう。うつ伏せに寝てスマホは顔の前に置いておきましょう。左膝を曲げて左の足裏を右膝のあたりにつけます。この状態で左手を左の鼠径部のあたりにこうやって入れます。手がすっぽり入る方は股関節が硬い、骨盤が歪んでる可能性大です。理想は手が全く入らないことですが、最低でも指がちょっと入るかなぐらいまでには持ってきたらと思います。反対もやっていきましょう。では右膝を曲げて足の裏を左の膝あたりにつけます。こんな感じです。この状態で右手を鼠径部のあたり入れます。手がすっぽり入るとかなりまずいです。理想は手が全く入らない状態、最低でも指先がちょっと入るかなぐらいまでに持っていきたいと思います。手がすっぽり入ってしまう方も大丈夫です。1回で変化出ますので最後まで一緒に頑張りましょう。ではうつ伏せのままかかとをお尻に近づけるようにパタパタ動かしていきましょう。ゆっくりです。かかとをお尻になるべく近づけてください。イメージは手でこうやって裏ももとお尻の境目あたり触って、あ、ここの筋肉動いてるな、使ってるなって感覚あると最高です。スピード勝負ではないです。呼吸止めないようにしっかり裏ももお尻の境目こうやって意識しながらやっていきましょう。ゆっくりでいいですよ。でかかとがお尻につかなくても OK です。やっていくうちにねちょっとずつ近づいていきますので一緒に頑張りましょう。呼吸だけ止めないようにしましょう。 OK。 そしたら膝同士つけておきます。でこの状態で、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。呼吸止めないようにしましょう。どうでしょう、お尻の穴をギュッと締めるイメージわかりますか。わからない方はこうやってお尻を手で触りながらやるとお尻がね力入ってる感じあると思います。お尻の穴締める、緩める、締める、緩める。ちゃんとお尻の穴締め入れてると内もものね付け根のあたりまで筋肉をねギュッと使う感覚が出てくるんじゃないかなと思います。呼吸はね止めないようにしましょう。 OK。 そしたら次両手を耳の横につきます。耳の横についてぐっと上半身反らせます。腹筋のストレッチです。腹筋伸びますか。腰が痛いよって方はこんな感じで肘ついてちょっと顎を持ち上げる、これでも OK です。腰が痛いままね無理しちゃってもいいことないので、痛くない範囲で腹筋が伸びてればそれで OK です。ちょっとねいまいち伸びないよって方は顎を上に持ち上げると腹筋伸びてくると思います。でこの次の種目から上向きになりますので、スマホを持って上向きになりますよ。枕ある方は枕入れた方が楽だと思います。よし、上向きになりましょう。スマホは手に持っておきましょう。そしたらこう膝曲げた状態から片足ずつ前ももをお腹に近づけるように上げていきます。ふう、呼吸止めないようにしましょう。ふう、目的は普段上げないところまで足をしっかり高く上げること、スピードは全然重要ではないです。ふう、呼吸止めないようにしましょう。でしっかり前ももお腹近づけるとちょっとね下っ腹のあたり使ってる感覚とかあると最高です。呼吸はね止めないで、できつかったらどんどんサボっていいですからね。 OK。 そしたら右足を大きく回していきます。内から外にご自身から見て反時計回りですね、大きく回しましょう。これ目的早く回すことじゃないです。普段動かさない範囲で大きく回すことです。呼吸は止めないようにして、股関節ゴリゴリなるよって方は痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある場合はゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。スピード勝負じゃないですからね。普段動かさない範囲でゆっくり大きく反時計回り、ご自身から見て反時計回りです。呼吸を止めないで大きく回して、よし OK。 ついてきてますか。左足次同じようにいきます。内から外に回します。こっちはご自身から見て時計回りですね。大きく回すことが目的。こっちもゴリゴリなる方、痛みがあれば痛みない範囲で回しましょう。痛みがない方は大きく回す。
で、どうしてもね、この股関節付け根ゴリゴリなのが気になるよーって方は、一応その股関節ゴリゴリなる方専用の動画あるので概要欄貼っておきます。もしね、気になる方は見てみてください。呼吸止められる少々きついな。もしついていけなかったらね、 YouTube 再生速度変えれるので、再生速度やりやすいように調整しながらやってみてください。 OK。 そしたら次、膝こんな感じで曲げたまま外に開く、しっかり閉じ切る、外に開く、閉じ切る、 OK。 これもスピード重要じゃないですよ。普段動かさない範囲までしっかり開き切る、内ももを使って閉じ切る、開き切る、閉じ切る、スピードは全く必要ないです。しっかり開き切る、閉じ切る、呼吸は止めない。内もも使う感覚ありますか、閉じるときに。ない方はね、こうやって空いてる手で触ると、あ、内もも硬くなってるなって感じがあると思います。呼吸止められるでしょう。 OK。 そしたら、こんな感じで膝曲げたままですね、膝同士つけてお尻を持ち上げます。ぎゅっと裏もも、お尻触って硬くなってる、力入ってるなって感じあれば OK です。頑張って頑張って、呼吸止めないで、頑張れ頑張れ。空いてる手でね、裏ももお尻触って意識するといいと思います。どうしてもお尻上がらないよって人は裏技、ちょっとね、肘を使ってズルしたり、手を使ってズルしても OK です。もうズルしながらでもね、乾燥した方がよっぽどね、価値あります。OK。 じゃあ次、休憩ストレッチいきます。左足を右こっちにねじります。左膝床につけて、左肩なるべく床に近づける。お尻、腰、背中伸びる感覚あれば OK です。これあくまで休憩ストレッチなので、腰、お尻、背中気持ちよく伸びてれば OK です。膝つけたまま無理に左肩を床につけようとするとギューってね、筋トレみたいになっちゃうんで、別に筋トレしなくていいです。まあ、マッチョになりたいとかね、なんかスポーツのパフォーマンス上げたいって人はまあまあ筋トレしたらいいと思うんですけど、なかなかね、ズボラの方でそういう方いないと思うので、まあまあ緩くやりましょうと。 OK。 逆いきましょう。これで右足を左に持っていきます。右膝床につけて、右肩なるべく床に近づけます。伸びますか、腰、お尻、背中気持ちよく伸びてればいいです。呼吸止めないようにしましょう。どうでもいいんですけど、この T シャツ知ってます、おっさんって、日産じゃなくておっさんです、失礼しました、どうでもいいですね。はい、じゃあこの次からね、右向きで横向きになるんで、スマホ持って右向きになりますからね。呼吸は止めないで。OK、じゃあスマホ持って右向きに横向きになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝こんな感じで90度に曲げておくと良いと思います。で、膝同士離す、膝同士離す、このお尻の横の筋肉使う感覚があれば OK です。こうやって手で触るとね、あ、動いてるな、使ってるなって感覚が分かるんじゃないかなと思います。頑張って頑張って。これ NG パターンはこうやって後ろに体が倒れちゃうことです。上半身は固定しておく、膝だけ離すイメージ、膝だけ離す、スピードは全く重要ではないです。ラスト1回一緒に開きましょう。グッ、 OK。 そしたら次、右足をこんな感じで前に出します。それで左足真上に上げる、お尻の横、ここ使う感覚があれば OK。 外もも前もも多少力入ってもいいです。お尻の横、ここが使えてればいいです。ふぅ、きつい、頑張って。呼吸だけ止めないで。この下のね、右足をこうやって前に出しておくことで体がね、倒れづらくなります。逆に右足こうやって伸ばしたままやるとね、すごい体がこうやってブレちゃうので、前にね、出しておいた方が個人的にはおすすめです。上げる、ラスト1回 OK。 そしたら右足は前に出したまま、左手で左足首をつかみます。左の前もものストレッチです。伸びますか、いまいち伸びない方はちょっとね、左足を後ろにグッと引くと伸びてくるんじゃないかなと思います。で、もし、足をね、後ろに引いても腰がこうやって反っちゃうとダメなので、わざとね、腰は丸めながら
足を後ろに引く猫背にしながら左足を後ろへってすると左の前ももが伸びると思います。っていう今ちょっと難しい解説したんですけど、結論左の前もも伸びてればそれで OK です。OK。 そしたら、左足を上げてしっかりつま先真上向ける、戻す、つま先真上向ける、戻す。これ股関節を外にねじりたいので体が後ろにこうやって倒れたと NG ですからね。上半身は固定したままつま先だけ真上向ける。きつい。お尻の横ここで使ってる感覚あれば OK。 全然スピードいらないですからね。ゆっくりでいいからつま先真上向ける、上半身固定してつま先だけ真上向ける。外もも前もも多少使ってもいいですが、お尻の横ここ一番使いたいです。きついな。あと少しきつかったらサボりサボりやったり再生速度調整してくださいね。 OK。 そしたら足はこんな感じで楽にして、左手をこう左肩に添えて大きく後ろ回ししましょう。大きく後ろ回し、スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲まで大きく肩を回しましょう。結構肩がねバキバキ鳴るって方いるんですが、股関節と同じで痛みがなければゆっくり大きく回していいです。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回してあげると良いんじゃないかなと思います。ゆっくり大きくです。後ろ回ししてます。で呼吸は止めないようにしましょう。でこの次から逆向きやりますので、スマホ持って寝返りを打ちましょう。ラスト1回回します。 OK。 スマホ持って寝返り打ちましょう。で左向きになったらスマホは顔の前に置いておきましょう。で膝90度ぐらいに曲げて膝同士離す、膝同士離す。お尻の横を使う感覚ありますか？上半身後ろに倒れたら NG ですよ。上半身固定して膝同士離す。これスピード全くいらないですからね。お尻の横を使う練習なので。これね、この間も言ったんですけど、短距離走速く走りたいとかね、なんかねスタートラッシュ良くしたいとかなと、まあスピード意識した方がいいんですけど、まあそういう方多分ね見てないと思うのでスピード全くいらないです。 OK。 これで左足前に出して右足を真上投げる。お尻の横ここ使って真上投げる。ふぅ、ゆっくりですよ。はぁ、きつい。どうでしょう、お尻の横使う感覚ありますか？もしきつかったらね、こうやって上げてこの状態でキープでもね、お尻の横使うんでいいと思います。で僕個人的なねちょっと裏技じゃないんですけど、あの各種目の最後の10秒サボるっていうのがね、こうズボラにね緩く習慣化するコツじゃないかなと個人的には思ってます。呼吸だけ止めないで、あと少し頑張って。きついな。ラスト1回、あーし、 OK。 これで右手で右足首掴みます。こんな感じ、右の前もものストレッチです。腰が反らないようにしながら右足を後ろに引くとより前もも伸びてきます。わざとねこうやって猫背作って足は後ろに引く、こうするとねめちゃめちゃ伸びます。まだ物足りないって方はねつま先の方を持ってやるとさらに伸びます。呼吸止めないようにしましょう。これ膝肩腰痛い方は無理しないでください。呼吸止めないで。よし、 OK。 そしたら次は、右足持ち上げてつま先を真上向ける、戻す、つま先真上向ける、戻す。股関節外ねじりが目的です。お尻の横ここ使います。さっきもお伝えしましたが、上半身をこうやって動かしちゃうと NG です。上半身固定して股関節から先だけ動かす、つま先真上向ける。これね難しいですよね。よくねどうしたらできますかって聞かれるんですけど、あの自転車子供って乗れないじゃないですか、ちっちゃい子って。自転車どうしたら乗れますかって言ったらもう練習するしかないじゃないですか。それと同じで体の使い方を覚えるので、覚えるためなのでもう練習する以外ないですね。 OK。 そしたら次、足はこんな感じで楽にして右手を右肩に添えて大きく、後ろ回ししましょう。これ目的は普段動かさない範囲で動かすこと。呼吸は止めないようにしましょう。肩バキバキ鳴る方、痛みない範囲で回してください。まあバキバキ鳴ってもね、痛みがないんであれば特に気にせずやっていいです。呼吸止めないように、ゆっくり大きく、スピード勝負じゃないですからね。
で、この次の種目からね、一回四つん這いになります。四つん這いになりますよ。呼吸止めないで。スマホ持って四つん這いになりますからね。オッケー。四つん這いになりましょう。スマホはね、顔の前に置いておくといいと思います。こんな感じで四つん這いになって、つま先は立てておく。で、手と足は肩幅ぐらいに開いて、ぐっとお尻を後ろに引く。お尻を後ろに引く。かかととね、お尻がつくぐらいまで下がったら理想ですね。で、この時猫背になっちゃうと全然ダメなので、ちょっとね、腰を反らせるぐらいにして、ここに、ここの隙間をね、こうやってなくすイメージ。手をここに挟んで、ギュッとこの手をね、潰すイメージ。わかりますかね？股関節から曲げる。腰はちょっと反らしておいて、股関節から曲げる。よっしゃー、オッケー。よし、そしたら次は、うつ伏せに寝ちゃいましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、うつ伏せに寝たら、左足をこんな感じで上げます。裏ももお尻使って左足をちょっと浮かせる。もちろんなるべく高く上げた方がいいんですが、高く上げるとね、腰反って痛くなったりしちゃうので、裏ももお尻使う感覚があれば、これぐらいちょっと上がってるだけでも十分 OK です。このね、内もも隙間作るとか、美尻にはね、この裏ももお尻の筋肉を使えるようになるってことがめちゃめちゃ重要です。ゆっくりので裏ももお尻意識しながらやっていきましょう。オッケー。次反対右足いきますよ。こんな感じで上げる。裏ももお尻こうやって触って硬くなってればオッケー。腰痛い人は絶対無理しないでください。ふう。呼吸止めないで。こうね、腰反っちゃうと良くないから、上半身もべちゃっとね寝かしちゃった方がいいんじゃないかなと思います。ふう。裏ももお尻意識しながらゆっくりでいいですよ。頑張って頑張って意識して。きついな。ふぅ。きつかったらね、サボって OK です。呼吸だけ止めないで。裏ももお尻意識しながらゆっくりでいいです。スピード勝負じゃないですからね。OK。そしたら、もう一回腹筋伸ばします。両手を耳の横ついて、ぐっと腹筋を伸ばす。腰が反って痛い方はね、痛くない範囲でいいですからね。頑張れる方はちょっと顎持ち上げるとより腹筋が伸びます。腰がきつい方はこうやって肘ついてちょっと顎持ち上げる。これでも OK。 腹筋が伸びてれば結論それで OK です。結構ね、この腹筋のストレッチをしない方がすごい多くて、腹筋ってね、こう、まあ、基本的に筋力も必要なんですけど、絶対柔軟性必要です。もう柔軟性がない腹筋だとね、くびれって僕絶対できないと思ってます。だからね、こうやって腹筋のストレッチはなるべくどの動画にも入れるようにしております。 OK。 そしたら上半身べちゃっと寝かしちゃいましょう。左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここ伸びる感じあれば OK です。つま先遠くに向かってぐーっと伸ばす。左のお腹伸びますか？腰痛い方無理しないでくださいね。これイメージは上半身はべちゃっと寝かせて、肘は床につけたまま、つま先を誰かに後ろに引っ張られてるイメージなんですよね。こうするとね、めちゃめちゃ裏もも伸びます。お腹伸びます。呼吸止めないようにして、つま先誰かに引っ張られてるイメージ、ギューって。ふー。よし、 OK。 じゃあ上半身寝かせたまま、右足を左こっちに持っていきます。これで最後の種目です。つま先誰かにも引っ張られてるイメージでギューっと持っていくと、右のお腹の前面伸びると思います。で、この種目終わったら最初に行ったね、股関節骨盤のチェックを一緒に行いましょう。で、ちょっとね、裏情報なんですけど、冒頭でお伝えした視聴者さんのインスタのね、ダイエットアカウント、特別に概要欄に貼らせてもらってます。だから、この視聴者さんがね、どんなダイエットしたのかなって気になる方は、ぜひね、インスタ見に行ってください。ただ、DM とかは迷惑なのでやめてくださいね。見るだけ、いいねするだけにしておいてください。OK。お疲れ様です。そしたら最初のチェックやっていきましょう。そしたら、左足を曲げます。こんな感じで、足の裏は右膝あたりにつけましょう。で、この状態で左手で、鼠径部のところ、手を入れます。手がさっきすっぽり入ったんですが、僕は入るか入らないかぐらいまで来ました。皆さんどうですか？変化出てますか？よし、これで反対もチェックしてみましょう。右膝を曲げて、
足の裏を左膝あたりにつけます。で、右手でこの鼠径部のとこ手を入れて、さっき手がすっぽり入ってたのがだいぶ狭くなってるんじゃないかなと思います。ぜひコメントでね、どうだったか教えていただければと思います。メジャー使って太ももウエスト計測した人はぜひね、終わった後も再計測してみてください。お疲れ様です。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。素晴らしい、よく頑張った。12万人以上の方が登録しているゾボラスレッジの無料の公式 LINE 友達追加していただくと、ダイエット継続するための1週間メニュー、その他早く痩せるためのプレゼントもらえます。